おはようございます。それでは冬季講習4日目やっていきましょう。で、今回は数学4問やりますので、まず1回ね動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はいろんな単元から問題を持ってきました。まず一番は因数分解です。ただ、ちょっと、難しめとか知らないと手が出ないというタイプの問題。で、x の3乗から始まってるから、もう因数分解っていうのは基本的に x の2乗からの公式しかないので、中学校範囲だと。ってことは、工夫をしなきゃいけないんですよ。これどうにかして。で、大体やる方法としては、まずね、3乗と2乗、違う組み合わせの時もあるんですけど、ここでくくり出しをします。くくり出すんです。で、この2個だけ注目すると、x2 乗で出せるじゃないですか。共通項がね。だから、x2 乗でくくると、2乗で、3乗から x2 乗取ると、x が残ります。で、2乗から、2乗取るから、プラス1が残ります。たまに全部取っちゃうと何もなくなるって勘違いされる方がいるんですけど、これ1残るからね。そうしないと、これ、展開で戻したとき、x かけて x3 乗、かけて x2 乗が生まれないからさ、戻したときにちゃんと、元の形に戻らないとまずいんでね。で、こうなって気づいたときに、おや、待てと。この、残りの後ろの部分で、マイナス1でくくれば、つまり、マイナスでくくってあげれば、こっからマイナス取るから x でしょ？こっからマイナス取るからプラス1が、こう残りますよね。おやっと。カッコの中身同じじゃん。こうなっちゃえばもうもらったなんですよ。こういうタイプの問題って。カッコの中身が共通になったので、これ、カッコ、このね、これが1個のこうなの。で、こっちも1個のこうだから、カッコが共通項で一緒に前に取ります。共通だから。で、共通のものを前に書くの、こうやって。こうやってね。で、後ろに残ったものを書きます。こっちからカッコを取っちゃったから残ったのは x の2乗です。2乗。で、こっちからカッコを取っちゃったからマイナス1が残ります。ここにマイナス1隠れてるからね。ほら、いい感じになったでしょ？で、この問題の非常にいいところは、ここまでやったらさ、1個なんかもう技をさ、見つけてさ、よっしゃ、できたーって感じするじゃん。で、これで終わるんだよね。これバツね。これすごい引っかかりやすい。まあ、二重トラップですね。ちなみにこれ何がまずいかっていうと、後ろの括弧 x2 乗マイナス1、これもろに公式ですよね。ここ因数分解まだできます。因数分解しなさいっていう問題は、絶対に因数分解がもうできないよっていうところまで持っていかないと丸がもらえません。だからここを忘れずに因数分解しましょう。で、あとね、 x プラス1はこのまんまこうなる。で、こいつを因数分解すると公式ね、x プラス1と x マイナス1とこうなります。そうすると x プラス1が同じものになるので、 x プラス1の2乗と x マイナス1と、これで終了となります。まあ、もしかしたらね、この動画見てくれてる方の中では、こういうタイプの問題は初めてだよという方もいると思います。確かに受験問題いろんなところを見てますけど、そんなにめっちゃ出るっていうタイプじゃないです。ここまで難しいのは。でも出る可能性はあります。私立とかで、ね、含めてね。だからぜひね、このやり方、こういう技があるんだっていうのを覚えておいてください。ここがポイントですね。カッコの中身共通にするってことを見つけて、一緒に出すの。共通項ね。ちょ、色つけておこうか。これが共通項なんで、ここに出してあげる。こんな感じでね。じゃあ2番行きましょう。次、二次方程式じゃない、二次関数ですね。y イコール x2 乗って書いてあります。で、x の変域がマイナス4から3の時に y の変域が0から8です。で、これ、複合問題で、実は、ここまでね、今、8であると。その時の a を求めなさいはきっとみんなのワークにも載ってます。学校で使ってる。だ、それをやって、実はその後に、じゃあ x の値が1から5まで増加するときの変化の割合を求めなさいっていうのがある。で、実は y イコール、じゃあ例えば 3x2 乗みたいな関数がちゃんと与えられてて、1から5まで増加するときの変化の割合はっていう問題もワークに載ってるんです。それぞれワークに載ってるんだけど、それがくっついたタイプの問題。いわゆる複合問題なんですけど、こうなるとあんま出てこない。まあ、みんなのワークとかにはね。でもやることは同じです。だって2個、それぞれのやり方は知ってるわけだから。ワークをやってればね。
で、どうやるかっていうと、まず A を求めましょう。で、A の求め方は、関数得意な方はね、頭の中でもいけると思うんですけど、これ、Y イコール AX2 乗っていうことは、こっちのカーブか、こっちのカーブかがわからないんですよ。もし、A が正ですよとか、A が負ですよって言われればわかるんだけど、書いてないじゃん。ただわかんないの。ってことは、どこで判断するかっていうと、ここで判断します。Y です。Y。こっちカーブかこっちカーブかは、なぜかっていうと、Y が0から8なのね。ってことは、Y。Y ってこっちで、Y ってこっちね。0から8、プラスのものしか取ってないでしょ。下の負がないの。0から、一番下でも0だから。ってことは、正の部分しか Y がないんだから、絶対にこっちカーブなんだよね。もし Y がマイナス8から0みたいな感じで、マイナスのものしか取ってなかったら、こっちカーブなの。こんな感じで。っていうふうに判断します。だから、Y の値を見て、あ、これは上の、まあ、下に凸っていうんですけど、上にね、開いてる方のカーブなんだっていうことがわかる。で、こういうね、変域があるタイプの問題、慣れるまでは、みんなもそのテストやるときに、問題用紙のところ、フリーハンドでいいからさ、こうやって、まず上ってわかったから、こっちのカーブを書いておきます。で、やることは、X の変域がマイナス4から3なんですよ。いつも言うように、マイナス4、X のところね、3ってこう打ちます。で、そっから、今上にいるから打ち上げ花火を上げてください、こうやって。で、ぶつけます。下だったら下に打ち下げてください。で、今、マイナス4から3っていうことは、この部分しかグラフを使いませんよってことです。X の変域が書いてあるからね。だから、もし分かりにくければ消しゴムで消しちゃってもいいぐらい、ここは。もう使えないから。で、その時に Y が0から8なんですよ。Y はこのグラフの一番高いところと一番低いところの話をしてます。低いところ0、当然ここだよね。原点通ってるからここが低いと。一番高いのはどこかっていうと、ここだよね。こっちじゃなくて。だから、ここが8なの、今。っていうと、こっちの座標はわからないんだけど、こっちの座標はマイナス4の8ってわかるんだよね。こうやってグラフを書けば。ってことは、この y イコール ax2 乗はマイナス4の8を通るってことが分かりました。分かったってことは代入ができるので、8を入れて、y のとこね、8を入れて x のとこマイナス4、2乗すると16だから 16a。で、これ暗算で、a イコール2とか間違わないようにね、a イコール2分の1だよ。これよく間違えるから気をつけて。2分の1です。ってことは、a が分かりました。さっき言ったように、もし、これがただ単に a を求めなさいっていう、問題だったら A イコール2分の1で OK なんです。で、いや、それじゃないからね。で、Y イコール2分の 1X2 乗って分かりました。じゃあ、X の値が1から5まで増加するときの変化の割合です。で、二次方程式、また言った。二次関数の変化の割合の求め方は楽ができて、必ずこの式と、X がほにゃららからほにゃららまでっていう数字がセットで出てきます。変化の割合、二次方程、もう二次関数の時はね。で、どうやるかっていうと、X が1から5まで、この数字足してください。6でしょ ?6 に、ここの A の値、2分の1をかけるんです。ちゃんと書けば、2分の1括弧1足す5ですね。これ。だから2分の1かける6なんで3。つまり、変化の割合は、3と、これ1000回したら答えに見えちゃうね。これが答えになります。もうちょっと下でもよかったか。ちょっとその方が答えっぽいね。早送りして見る方もいるだろうから。2分の1、括弧1プラス5で、これが答えとなります。いいかな。まあ、今回複合になってますけど、ただ単に A を求めなさいもそうだし、変化の割合を求めなさい。どちらで、分割でね、出てきたとしても必ず解けるように対応できるようにしておきましょう。で、次は、非常に有名な問題ですね。二次方程式 x2 乗マイナス ax マイナス5イコール0の解の一つ。二乗ね、二次方程式だから答え2個あります。基本的には。で、そのうちの一つが5なんです、今。で、その時に、ここにある a の値ともう一個答えがあるはずだから、もう一個の答え、解を求めなさいという問題です。で、これは、答えが書いてあるでしょ ?x イコール5って。答えが分かってるから代入しちゃえばいいの。
5って。で、今回ね、X って書いてくれてるからね。まあ、X のとこに5を代入すると、ここね、25-5a-5=0 とまとめると、5a=20。つまり、a=4。だから a は4ってすぐわかる。ね。で、もう一個の解どうやって出すかっていうと、a が分かったんで、式に戻してあげます。そうすると、x2-4x-5=0 です。あとは、もう解きます。普通に。慣れといてください。で、どう解くかっていうと、因数分解しましょう。このタイプの因数分解は、数字のコンビを探します。で、足して、間違った。かけて、-5。こっちね。かけて、-5。足して、-4になるコンビを探すんです。で、かけて、-5のコンビっていうのは、1と -5 をかけるか、-1と5をかけるしかありません。整数で考えたときは。だから、この2つのコンビで、足して -4になるのは上ですよね。このコンビ。下だと足したら、+4になっちゃうからね。じゃあ、1と -5 って数字のコンビが決まったんで、その数字を入れて因数分解完了です。で、こうなったら、こっから導ける答えは、ここの、まあね、これずるい方法になりますけど、この符号を変えたもの、-5だから答えは5。ここは+1だから、答えは -1と分かります。ね。で、今求めたいのは、もう一つの解だからね。もし答えの欄に、これ全部書いたら×くらうからね。5はもう書いてあるから、こっちは今書きません。答えの欄に書くのは、x=-1 と。これで終了となります。では、ラスト行きましょう。ルート 6a。こいつをですね、小数第1位で四捨五入すると、2になるような整数 a を求めなさいと。これね、数がちっちゃいんで、ちょっと力技で言っても実は解けるっちゃ解けるんですけど、まあ、ちゃんとしたやり方行きましょう。でね、多分このタイプの問題も初見というか初めて見ましたっていう方もいると思います。で、どうやるかっていうと、まあ、このルート 6a、まあ、ルートついてるからちょっとややこしいんですが、ある数が小数第1位で四捨五入した時に2になるのってどんな数かって考えるんですよ。例えば、1.3 って小数第1位、ここね、四捨五入すると1になっちゃうでしょ。2にならないじゃん。1.4 もならないよね。で、1.5 になると四捨五入すれば2になりますね。5だから上に上がれるんで。ってことは、1.5 より大きければ四捨五入したら2になるわけですよ。1.49 じゃならないからね。まだ4のままだからさ。だから、このルート 6a、こいつが 1.5 以上だったら必ず2になりますってことがまずわかります。じゃあ、今度上です。どこまでの数だったら、四捨五入したら2に戻ってくれるのか。例えば、2.6 とかやっちゃうと、ここが6だから3に上がっちゃいますよね。2に戻ってこない。これ 2.5 でもダメですよね。これも3になっちゃう。で、2.4 に来れば、2に戻ってきてくれます。言ってしまえば。で、これまあ、小数第2になっちゃうけど、2.49 でも、ここが9になってもさ、これが4になってれば2に戻ってきてくれると。つまり、2.5 よりちっちゃければいいんですよ、今回は。だから、こうなる。2.5 よりちっちゃければいい。細かいことですけど、ここにイコールは入りません。イコールっていうのは 2.5 を含むって意味になるので、2.5 じゃ3になっちゃうからね、戻ってこれないから。だから、こっちはイコールが入らない。こっちはイコール入るけどね。つまり、今、そのルート 6a っていう数字が、この範囲になってれば、ルート 6a が初四捨五入した時に2に戻ってくるよってことがわかります。あとはこれ解くんです。で、これ解くのは、ルートのままだとどうにもならないので、ルートを消すためには全体を2乗します。全体2乗。なぜなら、2乗することでルートが外れるから、ここに。こうやってね。で、あとは 1.5 だけど 1.5 ですね。2.25 かな。で、2.5 だけど 2.5。いや、これはちょっと怪しい。ちょっとお待ちください。125の600、6.25 か。で、こうなると。で、結局 A を求めたいから、この6邪魔ですよね。全体6で割りましょうと。で、6分の、2.25と、6分の6.25と。
で、これを満たす A、整数だからね。整数っていうのは、1、2、3、4、5とか、マイナスの数も OK ですけど、分数とか小数がダメです。で、それを含めると、満たすのは何かって考えたときに、まあ、これ筆算してもらったらわかるんですけど、これ、0. ほにゃららになります、こいつは。0. ほにゃらら。で、こいつは6分の 6.25 なんで、1. ほにゃららになります、こっちが。左側が 0. ほにゃらら。で、右側が 1. ほにゃららなんですよ。じゃ、これ満たすの何かっていうと、0. ほにゃららと 1. ほにゃららの間にある数っていうのは1しかないですよね。1。だからこれが答えっていう。最初力技でいけるじゃんって話したのは、もう A が整数って分かってるわけですよ。で、ルートの中身って負にならないから、負の数絶対入らないのね。例えばマイナス1とか入れてしまうと、ルートマイナス6になっちゃうから絶対にありえない。で、プラスの数しか取らないんですよ。で、下の例えば小さい数字から確認してって、1入れるじゃないですか、これ1。ルート6でしょ。ルート6の数が大体分かってれば、もし、ね、それを知ってなきゃいけないんだけど、2にね、四捨五入で戻ってくるじゃん。数が出なくなった時に絶対2に戻ってこないのが分かってくるので、それでもできるっちゃできるんですけど。まあ一応ちゃんとやるとですね、こういうやり方になりますので、ぜひね、復習しておいてください。では、今日ね、4日目はこの4問やらせていただきました。ね、朝からね、皆さんお疲れ様でした。今日も1日頑張っていきましょう。